今日はさくらさんに来ていただいて、大きなスピーカーを流しさせていただいてですね、皆さんも心置きなく歌えたのではないかなと、ちょっぴり教養講座的な部分を入れましたけれど、もしよかったら私たちのクラブはですね、毎月第3土曜日の夜7時からこの会場でやらせていただいておりますので、ぜひ夜お父ちゃんはうるさく言わないわという方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちと一緒にお互いを盛り上げていただきたいと思います。それでは最後に千の風になって歌って終わりたいと思います。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に千の風与えられた教養講座での時間終わりたいと思います。館長何か